時間ぴったりね。早速だけど、マリーのホームへ向かいましょう。今日はとってもバーナナスイーツを用意してるから、お楽しみにね。おお、いつもと違う？マリーはいつも通りです。と言いたいところだけど、やっぱり分かっちゃった。この前倉庫のお掃除を手伝ってたら、両親の昔のアルバムが出てきたの。旅行の写真がたくさんあったのよ。特にイタリアの写真が多かったんだけど、眺めているだけでマリーも一緒にトラベルしてるみたいな気持ちになっちゃった。それでもっとイタリア気分に浸りたいなって思って、イタリアの本をゲットしてきちゃった。ガイドブックの写真ってワクワクするわね。簡単なイタリア語なら喋れるし、マリーのガイドでアクアのみんなやあなたと一緒に行けたら楽しそうでしょ。みんなでイタリアに行けたら、一緒に見たい景色や食べたいものがたくさんあるの。例えば、そうね、スペイン広場もその一つかな。この写真なんだけど、あなたも見たことあるんじゃないかしら。昔の映画でジェラートを食べているシーンが有名よね。イタリアのジェラートはとってもジューシーでバーナだから、きっとマンマミーアな気分になれちゃうわよ。おやつにはもちろんジェラートも用意してあるから、後でゆっくり食べましょう。外のテラスで海を見ながら、わ、まだちょっと寒いかしら。